ザシャンをどうやって対戦で使おうって考えた時に、とりあえず陽気 AS ブッパでいっかって思っていませんか？そんなんじゃいつまで経っても上位にはいけませんよ。上位に行けば行くほどザシャン対策はされていて、例えばスカーフを持った AS バーンやメタモンに上から殴られて倒されるみたいなことが往々にしてありえます。そこで耐久調整をすることで相手の対策を貫通することができます。例としていじっぱり H252A100B116D4S36 というおすすめの調整があります。努力値を H252B116 振ることでスカーフ AS バーンの成果調整ありの火炎ボールを確定だえ、スカーフメタモンの A2 段階上昇の居住残も確定だえ、ザシアン対策を逆にメタリつつ、ザシアン自体の性能も落とさない調整です。このように努力値調整次第で有利不利を逆転できるのがポケモン対戦の醍醐味でもあります。実際にこのザシアンでザシアン対策を貫通してみせます。相手エースバーンで火炎ボールでザシアン倒せると思ってるんだろうな。うるさんでしょー。で、僕のザシアン火炎ボール台してるんで、あなたの負けでーす。絶対おかしいだろ。急所ってな、急所当たってなかったら耐えてたんで実質僕の勝ち。